パンしました。そう、パンシマ T シャツ、ありがとうございますこれバイグランピーってやって1枚2万円で言ったら売れると思います。で今日紹介するのが、今サイクルスポーツとか自転車雑誌で話題になっている日線っていう大阪のワイヤーメーカーがあるんですけど、そのワイヤーが入ってきたんでそれを紹介します。相当注文したんで相当あります。多分こんなに在庫してるのって多分グランピーだけだと思います。ちょっと見せびらかしちゃいます。すごいすごい、こんな感じで。何がすごいかっていうとですね、前説明受けたんですけど、このアウターワイヤーのアウターワイヤーの密度が多いので、あの島野さんよりもだからなんていうか、ひげが軽いって言ってました。でそれをですね、今度は僕のあのストラグラーで実験でやります。ですね、これか、これですね。このまあクリアブラックっていうのがあるので、これでですね、今度僕のストラグラーがあるんで、これを日線のワイヤーをつけてやってみます。でその模様は次回また投稿するっていうんで、今回はだから紹介だけで終わります。だから編集してすみません、あの2個にします、西村さん。でこの金額なんですけど、大体ちょっと金額見てない、金額見ます。金額が結構高いです。3,000円、3,000円、3,000円ぐらい、大体ですけど1台分で6,000円ぐらいします。で冬になるとあのオーバーホールとかなると、ロードバイクの場合って、バーテープ、外したりするんですけど、その時に一緒にワイヤーを交換したらいいかなと思います。で今回はいろんな色が入ってきてます、ピンクとかグリーンとか、そうですね、あとはオレンジ色とか、だから自転車に合わせて色をいろいろ変えてもいいかなと思います。ただやっぱ自転車色を変えすぎると安っぽく見えるんで、やめた方がいいかなと思います。やめた方がいい色ベスト3なんですけど、3っていうか3つはですね、青、黄色、赤っていう3色を使いすぎると安っぽく見えるんで、あんまりやめた方がいいです。だからすごいこれ本当は難しいです、やり方が。あとはですね、島の用とカンパニョールも注文してるんで、カンパニョールのユーザーの方も交換できます。でもしお店で、ピットで僕らが買える場合は、工賃が大体ですけど、4000円前後もらうんで、ワイヤー交換大体1万円ぐらいかかります。ということで、今度ストラグラーを交換するので、これはシマノのワイヤーを使ってます。今ゴリゴリするんで、これを交換してみてどうなったかっていうのをまた紹介します。お楽しみに。じゃあ終わります。T シャツありがとうございます。